近本教授です。先日ですね、失敗小僧さん、とですね、横須賀の方にですね、行きまして、そこで電動アシスト自転車のですね、三洋エネループバイクの折りたたみのやつですね、 SPGA シリーズ、で急坂を登るというね動画を撮影しました。はい。で、まあ、それに関してですね、ちょっと補足というか説明したいと思うんですけれども、まあね、動画はですね、失敗小僧さんのサブチャンネルの方で上がってるんで、まあ、あれね、なかなか面白いと思うんで、ぜひね、ご覧いただきたいなと、ご視聴いただきたいなと思うんですけれども、ちょっとリンクを貼らせていただきます。はい。で、まあそのね、まあ実はあの動画ね、突発的に撮ったというか、まあ一応、当初の、ね、企画で、まあ、電動自転車を やったらどうかみたいなことは、まあ、失敗小僧さんの方から提案はあったんですけど、まあ、ちょっと夏まだね暑い、まあ、8月でしたからね。で、全然残暑厳しい、状況だし、まあ、もうちょっと後でいいんじゃないかと、まあ、ちょっときついだろうということで、当初はね、その電動自転車企画なくなってたん、まあ、それはまたにしましょうみたいなね、またの機会にしましょうみたいな感じで、なってたんですけど、でもね、一応ちょっと私がね、車にね、NLF バイクの SPJ シリーズを一応折りたたみだからね、簡単に乗せられて、持っていったら、じゃあせっかくあるならやろうみたいな感じで、まあ、その辺ね、失敗小僧さんもノリがすごくいい方なんで、レビューをしたという感じなんですね。はい。で、まあそんな感じなんで、ちょっと準備不足いろいろあって、まああの動画もねご覧いただければわかると思うんですけど、まあ、結局私はね、まあ普通にね全然余裕で、登れたんですけど、ちょっと失敗小僧さんの方はね、まあ断念したということで、まああの辺はね、動画の演出じゃなく、まあ本当に失敗小僧さんちょっときつそうだったんで、まあでも正直ね、登ろうと思えば登れるとは思うんですけど、まあ暑いし、うん、まあちょっとめんどくさいなって感じになったのかなという部分があると思うんですけど、まあとにかくね、まあ、ああいう風になりました。はい。で、なんですね、自転車を使ったかっていうところね、ちょっと話したいと思うのと、あと私の意図ですね。まあ動画の方、そのサブチャンネルのね、失敗小僧さんのサブチャンネルの方の動画にもいろいろご意見いただいてて、まあ自転車がね、壊れそうだっていうご意見とかもあったりするんですけど、まあやっぱりね、急な上り坂ね、これは、前輪ハブモーター、まあ前輪駆動は、やっぱり、前かがみにならないと、空転しやすいというか、まあ、動画をご覧いただければすごい分かると思うんですけど、やっぱりね、後輪荷重の方がそれは楽なんですよ。まあ、ただし、あそこまで急な坂になってくると、もう私は後輪駆動の自転車では全然行きたくないですね。っていうか、失敗小僧さんにもしね、手持ちでね、後輪駆動の電動アシスト自転車があったとしても、貸したいとは思いません。失敗小僧さんのあのね、110キロか115キロぐらいの重さを後輪だけで駆動するっていうのは厳しいし、かなりチェーンとかね、スプロケットに負荷がかかるんで、まあ、もし仮に私がね、後輪駆動の電動アシスト自転車持ってて、まあ、そっちの方が楽だからって言って失敗小僧さんには貸さない、乗らせないですね。まあ、NLF バイク SPJ シリーズ実は私2台持ってて、まあ、もちろん替えはあるっちゃあるんだけどまあだけどやっぱり大事なね、自転車ですから。でも SPJ シリーズ、三洋のね、 NLF バイク両輪駆動の自転車だったら、まあ貸しても壊れないだろうと。まあ、110キロ、ちょっと規格オーバー、本当はね、自転車って65キログラムの人が乗ることを想定、65キログラムの人が乗った時の想定で、まあ、いろいろね、負荷試験とかしてるみたいなんですけど、まあ、かなりね、規格オーバー、110キロぐらいだから、まあ、そうなんだけど、でも、まあ、前後でね、まあ、駆動するときには負荷が分散するし、まあ、大丈夫だろうと、壊れないだろうっていうのは、やっぱりね、前輪ハブモーター、まあ、回転機能付きで前輪駆動だから、まあ、両輪駆動ですね、人力が後ろで、モーターは前輪にあるからこそ、まあ、大丈夫だろうと踏んで、自転車を失敗小僧さんに乗ってもらったっていうのも、まあ、あるっちゃあるんで、まあ、なので、確かにね、前輪ハブモーター前輪駆動だと上り坂に、上り坂を楽には走れないですよ。ただし上り坂に強いのはどっちかって言ったら、これはね、そのアシストが強いというか、楽にっていう要素ではもちろん後輪駆動なんだけど、そうじゃなくて耐久性、
まあ、壊れにくさというところですかね。で言ったらやっぱりそれは当然前輪駆動ですよ。前輪ハブモーターで後輪が人力、前輪がモーターで、両輪駆動の方が耐久性は高い、まあ、その壊れにくさっていうところでは強いわけですね。頑丈なわけで、まあ、頑丈というか、まあ、当然ね、両輪駆動するんで負荷が分散されるから、まあ、当然ですよということで、まあ、私はやっぱりね、まあ、自分で登るときはやっぱりかなり前傾姿勢になって登って、まあ、普通に登れたんで、うん、まあ、なんで、まあ、あれだけの急坂ね、まあ、そこまで苦じゃなく私の場合登れたんで、うん、やっぱりね、私はね、個人的にはやっぱり登り坂がきつければきついほど、個人的には前輪駆動がいいなっていうふうに思います。まあ、前輪駆動、要は両輪駆動ですね。動力分散式がいいなっていうふうに思います。まあ、なので、まあ、ちょっとこの動画でね、お伝えしたかったこととしては、まあ、上り坂に弱い前輪ハブモーター、やっぱり前にモーターがあると負荷が後ろに集中するから、上り坂はね、前輪足としてもちょっと前輪が浮き気味になっちゃって上り坂に弱いっていうのは、まあ確かにあるんだけど、それはその楽に走れないっていう意味での弱いですからね。そうじゃなくて長く使おうとか、例えばまあああいったコースがね、ああいう急坂が、まあ、ちょっとあそこまで急だとあの道走りたくないなって正直思っちゃうけど、まあ、毎日あのね道はあまり走りたくないなって、車両に負荷がかかるからね、まあ、それ車だってもそうですよ。なので、まああいう道は避けて通りたいなと思いますけど、まあ、結構な急坂ですね、が道中にあるっていう場合は、まあなおさら前輪ハブモーターの方が個人的にはいいなっていうふうに思います。うん、まあ、前傾性になれば別に登れないってことはないですからね。まあ、もちろん雨の日とかはちょっと注意が必要だし、まあ、その辺はブリヂストンのデュアルドライブ車、特に旧型のだとスリップ制御が変に働いて、ちょっと困ったなってことあるかもしれないですけど、まあ、その辺はやっぱ三洋とかね、パナソニックビビチャージとかはすごくいいなと思うんですが、まあ、とにかく急な上り坂でこその前輪ハブモーター、まあ、ローリン駆動だよなっていうふうに改めてね、思いました。はい。で、あとね、下り坂のね、回生めっちゃ強いですよね。ほんとね、NLF バイクの SPJ シリーズね、あれ、ニッケル質バッテリーなんですけど、ほんとね、いや、あんだけ急速充電して大丈夫なのっていうふうに心配になっちゃうくらい、下り坂、結局あの坂ね、全くってほどじゃないけど、まあ、ほぼほぼね、ブレーキ握んないでも、速度維持できるんですよ。うん。っていうね、あんな急な坂で下り坂ブレーキをかけないで、まあ、自動ブレーキだけで減速できるっていうのはちょっとね、まあ、バッテリーに対する負荷すごい大きいよなっていうふうに思いますし、なんかちょっと設計大丈夫なのかなっていうねというふうに、まあ、その電気的な設計はあれ本当電流何アンペア流れてるのかな、なんか三洋のね新しいやつだと、比較的新しいやつだと6アンペアぐらいしか流さないみたいなんですけど、あれ絶対6アンペア以上流れてるよなっていうふうに、まあ、思うっていうかね、まあ、明らかにそうなんで、うん、まあ、24ボルトかける何アンペア、まあ、とにかくそのワット数で計算すればね、モーターの出力ギリギリぐらいまで流してると思うんで、うん、なんで本当に、ね、大丈夫なのかなって、心配になるくらい回生がよく効きます。はい、ということでね、まあ、ちょっとそこはね本当に効きすぎて大丈夫なのっていうふうに思う心配なところではあるんですけど、まあ、あとね一つやっぱあんな気の急な下り坂ですね、まあ、要は自動ブレーキオートモードにしてると下りで自動でね回生かかるんですけど、それオートモードっていうのは、抑速ブレーキ、要は速度を一定に保とうとする機能なんですけどね。だけどブレーキレバーを握ると普通の回生が効くんですが、そのブレーキレバーを握った時の回生力の方が、ブレーキレバーを握らないで自動ブレーキ、急坂で急な下り坂での自動ブレーキの回生力よりは全然弱いんですよ。なんで、まあ、これ前の動画でもちょっと言ったんですけど、その SPJL シリーズのね、SPJ シリーズの話で、ブレーキを左ブレーキレバーを握って回生スイッチがオンになると、下り坂走ってて、下り坂を走ってて自動ブレーキが効いてる途中で左ブレーキレバーを握るとブレーキが弱くなるんで、どんどん増速するっていうね、ブレーキを握ったら減速力が弱くなるっていう感覚がちょっとね、ちょっと直感的じゃなくて危険だなっていうふうに思いましたね。まあ、なんで、うん、でしかもさ、それで左のブレーキを握ると要は減速力が弱くなるわけですよ。で増速しちゃうと
じゃあ右のブレーキを握ればいいって話ですけど、右のブレーキはだって、回生ブレーキは前ブレーキじゃないですか。右のブレーキと同じようなもんだから、でそれでさらに右のブレーキかけたら、まあ、前で回生ブレーキかけて、さらに右の摩擦ブレーキ、あの要は前輪の摩擦ブレーキをかけて、前輪前輪で、ね、ブレーキをかけるってあんまり良くないんでなんかね、まあ、最後 NLF バイクのね、あの下り坂でめちゃくちゃ回生強く効く、あそこまで強く効かせるんであれば、なんかねブレーキスイッチは右ブレーキレバーにあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、要は急な下り坂で、ブレーキスイッチが右側にあれば、要は急な下り坂を下ってて、フルマックスで回生制度がかかってる、でさらにちょっと増速しちゃう場合は、左のブレーキを握って、後輪の摩擦ブレーキ、前輪の回生ブレーキをマックスでかけた状態で後輪の摩擦ブレーキをかけるってことができるんでね、回生スイッチが左になければ、要は回生スイッチが右にあればそういうことができるんですけど、まあ、ちょっとそれができないんで、なんで増速しそうになった時は、まあ、右のブレーキをかけるか、もしくはね、左のブレーキをかけると、左のブレーキをかけたら回生が弱くなっちゃうんで、急な下り坂だったらね、なんでちょっとその辺はね、どっちにしようかみたいな感じで迷うっていうか、うん、なんかちょっと NLF マイクのね、やっぱりあの SPJ シリーズの制御っていうのは、まあ直感的ではねないなっていうふうに思いました。まあ、結局ねこの SPL シリーズとか最新、まあ、産業の末期のモデルに関しては、回生制動力はブレーキレバーを握った時よりも下り坂自動回生が強くなることはなくなった、要は最大の回生制動力っていうのが、まあ、ブレーキレバーを握った時と同じになったわけですね。なので、まあ、その辺はやっぱりあれはねちょっと直感的じゃないなっていうふうに、まあ、開発者の方々も思ったんだろうけど、うん、ただ回生がめちゃくちゃ強く効くのはすごくいいことなんで、まあ、バッテリーに対する負荷っていうのを考えたら、まあバッテリーに対する負荷って考えたらちょっと微妙だけど、でもまああれでリチウムイオン電池だったらまあ大丈夫かなって、ニッケル鉄電池であんだけね強い回生効くから心配になるんですけど、まあ、リチウムイオンでもさすがにかなりの大電流充電かなって思うんですが、まあ、とにかくねそんなことを思いました。はい、ということで本当にね SPJ シリーズね、下り坂の自動回生の機器、ね、めっちゃ強いですよ。あれ本当あんな急坂でもねほぼほぼ増速しないで下れたんで、まあもちろん失敗小僧さんの体重だと無理なんですけどね、でも私の体重だったら、うん、ほぼほぼ摩擦ブレーキなしでね、下れたんで本当ね、いや回生力めっちゃ強いですよ、うん、ということで、まあ、ちなみに産業のねそのね、日経自動車のモデルが全部回生強いかちょっと分かんないんで、うん、SPJ シリーズは回生強いんだけど、それ以外のモデルどうなのかちょっと分かんないんで、まあ、その辺ですね、もし産業の NLF マイクで、ニッケル鉄電池のモデルで自動ブレーキの機能があるやつね持ってる方いらしたら、ぜひねちょっとどうなのか教えていただけると幸いです。はい、ということで今回はですね、失敗小僧さんとのコラボですね、超急坂をですね、NLF バイク SPJ シリーズで、登った時の感想、登り降りした時の感想ということでお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。